そして6人目は東京の下町に住む木下ゆきな13歳中学2年生、まあ、明るい素直なところと、まあ、ちょっと背は大きいんですけど、まあ、健康そうなところと、ちょっと手強いです。何が手強い？みんな歌うまそうだから、うん、けど負けない。が去年よりも楽しいのはなんでかってなんでかって。13歳とは思えない大人びた雰囲気と167センチの身長、さらにこのハスキーボイスは魅力的。砂がいっぱい吐いてきた。